WebTV ご存知ですか？供託制度では、供託制度の概要を説明していますが、今回はその中に出てきた弁済供託についてもう少し具体的に説明をさせていただきます。まず弁済供託の弁済についてご説明します。皆さんは生活していく上でいろいろなものを売買しているのではないかと思います。例えばあるものを売買する場合、契約に基づいて売る人はあるものを買う人に引き渡し、買う人はその代金を売る人に支払います。この時にされたあるものの引き渡しまたは代金の支払いを弁済と言います。次にこの弁済と供託の関係を説明します。この点については民法という法律で定められています。弁済をする相手方、これを債権者と言いますが、民法ではこの債権者との間で債権の額について争いがあるなどの理由で弁済の受領が拒まれた場合に供託をすることができるとされています。具体的にどういうことか、賃貸マンションの事例をもとにした弁済供託の再現ドラマを通してご説明します。ご覧ください。今回のケースの主人公は賃貸マンションに住む会社員の田中さんです。東京で一人暮らしを始めて2年、ある日大家さんから家賃を5万円値上げして12万円とするとの連絡が来ました。現在の家賃を周りの賃貸マンションと比べても妥当な金額と考えていた田中さんは値上げに納得できず、慌てて大家さんに電話をしました。家賃の値上げの件なんですが、家賃が急に5万円も上がってしまうと私も困ってしまって。そう言われてもね、お気持ちはわかりますけど、こっちもマンションの修繕とかいろいろかかるんですよ。せめて値上げ額をもう少し抑えてもらえませんか？うちはもう値上げするって決めてるんですよ。それにそのあたりの相場と比べてもらっても決して高くないと思いますけどね。嫌なら出てってくれても構わないですよ。そんな。その後田中さんは大家さんに値上げ前の家賃7万円の支払いを申し出たのですが、値上げした金額でなければ受け取れないと拒否されてしまい、困った田中さんは知り合いの弁護士に相談することにしました。ご事情はよくわかりました。こういった家賃の値上げのトラブルの場合、基本的には話し合いで解決するのが一番いいんですが、それでもダメな場合は調停や裁判で適正な家賃の金額を決めることになります。そうですか。ところでこのまま家賃を支払うことができない状態を続けてしまってもいいんでしょうか？一つ確認させていただきますが、大家さんへ家賃の支払いを申し出られたとのことですが、契約書で決められた家賃の支払い日や場所通り行いましたか？はい、契約書には家賃の支払い日は毎月末日、支払い場所は大家さんの自宅になっていますので、末日に大家さんの自宅に値上がり前の家賃7万円を持参して受け取ってもらえるようにお願いしたんですが、大家さんが受け取ってくれませんでした。そうであればまずは問題ないと思います。法律用語としては弁済の提供と言いますが、これを行うことによって家賃を支払っていないことによって生ずる責任を免れることができます。例えば遅延損害金や違約金の請求を受けることがなくなるということです。そうですか。少しほっとしました。でも本来払うべき家賃はどうすればいいんですか？この弁済の提供を行ったとしても、
家賃を支払う義務自体がなくなるわけではありません。部屋を借りている以上、家賃は払わなければいけませんよね。でもどうやって支払ったらいいんですか？大家さんは受け取ってくれないですし、何かいい方法はないですか？はい、こうした場合、家賃を供託するという方法があります。供託？はい、供託というのは簡単に言うと、国の機関である供託所に所定の手続きをして、田中さんが妥当と思われる家賃を預けるんです。そうすることで、家賃を大家さんに支払ったのと同じ効果を得ることができます。なるほど。その供託というのをすれば、家賃を支払っているのと同じことになるわけですね。そんな便利な制度があるんですか。はい、これが供託書きです。これに今言ったことを書いて、法務局にある供託所に提出すればいいんですよ。さて、今ご覧いただいたのは、賃貸マンションの値上げのトラブルから供託した弁済供託の事例でした。話を整理しておきますと、家賃の値上げに納得できなかった田中さんが、値上げ前の家賃を大家さんに支払おうとしましたが、大家さんは家賃の受け取りを拒否したため、弁護士のアドバイスで供託をすることにしました。供託をしておけば、家賃を支払っているのと同じ効果を得ることができるのです。この事例は、債権者である大家さんが家賃の受け取りを拒む、つまり弁済の受領を拒否するケースでした。その他、民法では債権者が行方不明などの事由で弁済の受領をすることができない場合、債権者が死亡して相続人がわからないといった債権者を確知することができない場合に供託をすることができるとされています。そして、いずれの場合も供託をすることにより、債権者に弁済したことと同じような法律上の効果を得ることになります。なお、弁済供託といっても、供託することができるかどうかは契約の内容等で異なってきます。弁済供託についてもっと詳しく知りたい方は、お近くの法務局にご相談ください。お待ちしております。